宮本家跡継ぎを名乗らせるとお思い？言うにこと書いて、当主様への裏切りとは聞き捨てがたい。この栄光ある後宮家の指揮をまたぐ資格はもはやあなたにはありません。即刻ここを出て行きなさい。さあほら。ねえ夏姫さん、誰に向かってそんな口をお聞きなの？無礼極まりない主人の妹に対してです。これ以上は私も本家の台所を預かる者として聞き捨てなりません。台所を預かる？いや黙るがいい。この名ばかり女房が！バカバカしい！お前が下がりなさい！この後宮エヴァに、当主様の左肩を許されている、後宮家序列第三位のこのエヴァに下がれと？身の程を知りなさい！そしてお前のそのみすぼらしい姿を鏡に映してみるがいい！お前の服のどこに翼が？どこに肩欲のわしが許されているのか？貴様なの。後宮家の跡継ぎを残すためだけの存在じゃないの。身の程をわきまえるがいい、このゲス女が！言い返したいならどうぞ言い返しなさいよ。ほーら、夏日、席を外しなさい。頭を冷やすといい。言われているのか分かってるんですか？この人たちは言うにこと書いて、あなたのことをお父様への裏切り者呼ばわりしているんです。私たちが後宮家の栄光を守り、お父様からそれを受け継ぐため日々高潔であろうとする全ての努力をないがしろにして踏みにじる、なんという聞き難い暴言。あなたもあなたです。どうして言い返さないんですか？あなたが言い返さないから私が言い返しているのに、さっきからあなたは私に任せっきりで、その私に頭を冷やして来いなんて言うんですか？いつも私ばかり。私はいつも真剣にこの家のことを考えているのに、それはあなたは、妻が失礼した。昔から感情を抑えるのが下手で、私も苦労している。あんなのに切り盛りされてたんじゃ、兄さんも気苦労が絶えないわね。様、何でもあります。下がりなさい。
おいたわしや奥様。奥様とエヴァ様は犬猿の中、このお二人の関係を説明するのは女の私にはとてもしんどくございます。後ろ目焼きは血を特に重んじられますが、嫁いで家を出れば本来は序列から除籍されます。ですからエヴァ様も本来は秀吉様とのご成婚の際に除籍されるはずだったのです。ところがこれは誰のせいでもありません。ましてや奥様のせいであろうはずもありません。神様の気まぐれとしか言いようがありません。クラウス様と夏日様にはなかなか子宝が授からなかったのです。何しろ男尊女卑の後ろ宮家でございます。妻は後継ぎを残すための道具、その妻が唯一の役割を果たせないのならもはや人間扱いなどされません。当時の奥様が親方様からどれほど責め苛まれていたか思い出すのも苦しゅうございます。そんな中エヴァ様に秀吉様とのご結婚の話が持ち上がりました。エヴァ様は狡猾でした。奥様がいつまでも身ごもられないことにつけ入って親方様に取り入ったのです。入り婿を取って自分が跡継ぎを産むと吹き込み、ご自分の席を後ろ宮家にとどまらせるよう認めさせたのでございます。後ろ宮家に嫁ぎ戸様扱いの奥様と入り婿を取る形で血族として残ったエヴァ様は、後ろ宮家の序列の中では雲泥の差。しかもエヴァ様は先にそれも男児をご出産されております。どれほど奥様の立場がエヴァ様の前で弱いものであったかお察しいただけますでしょうか。奥様にとってはもし自分がすぐに解任することができればエヴァ様の入り婿など親方様に認めさせずに済み、今日のエヴァ様の増長を許さずに済んだだろうという悔しい気持ちがあるに違いありません。しかしそれは奥様のせいであろうはずもない。すべては気まぐれな神様とジェシカさんをお届けすることが遅れたコウノトリのせいなのでございます。だからといって奥様にはそうと割り切れるはずもない。ただただ妻としての責務を全うできなかったことに女として悔し涙をこぼすしかできないでしょう。はあ、おいたわしや、私には何もできず、こうして物陰から見守ることしかできないのです。